エブリデイまゆチャンネル。皆さんこんにちは、日々まゆのです。今日は好きな女性のタイプベスト3。前回好きな男性のタイプベスト3をやったので、今日は好きな女性のタイプベスト3やりたいと思います。なんで、まあその友達になりたいなっていう、この子を友達になりたいな、この子好きだなって思う、女の子のタイプを3個出したいと思います。まあでもやっぱり優しい子とかはいいよなって感じ。優しくって思いやりのある子とか、まあ家族を大事にする子、基本的に自分がお友達といて楽しいなって思う時ってなんか笑ってる時なんで、まずそもそもなんかどんどん大人になるにつれて友達と一緒にいてなんか大はしゃぎ大爆笑することってなんかもうそんなにないから、お友達になりたいなって思う人は楽しい子、あと明るい子、よく喋る子とか、友達を大事にする子っていうのもまあ大事だなと。あの趣味が一緒とかもいいかもしれない。私はお笑いが大好きなので、お笑い一人で見に行ったりするから、なんかそういうのを一緒に行けたらいいなって思う。そういう友達は私いないので、お笑いが共通点の友達とかいないや。欲しいわ。うん、お笑いが好きな子に悪い子はいないってなんか勝手思ってるんだけど、やっぱりなんかの共通点とかね、あとはなんか歌とかね、ライブで仲良しになるみたいな。私が今までライブに行ったことがあるアーティストさんって2人しかいなくて、三浦大知さんと西野カナさんなんだけど、やっぱり友達なんてできたことないと三浦大知さんの時は一人でなんかもうお祈りするようにこうやって見てたな。なんかでも周りは結構友達っていう感じもあったし、西野カナさんのライブとかはもうほとんどみんななんか友達と来てたなって感じがする。お揃いのコスチューム着たりとか、あとは多分個人で来ててもきっとなんかやり取りして連絡を取り合ってなんか集合するみたいなとかも本当にすっごい羨ましい、楽しそうって思うし、西野カナちゃんが好きっていう共通点でこういう友達になれるんだみたいなのはめっちゃ羨ましいけど、まずそもそも私コミュ障だし人見知りだから、そういうのがねなかなかできないから、自分から行けないからなんか羨ましいと思っちゃう。でも多分自分から頑張って行っていれば私にだってそういうチャンスはあるんだろうに、なんか何をやっているんだろうっていう感じなんですけど、まあそもそも人見知りだしコミュ障なんですよね、マジで。好きな女性のタイプ3位、思いやりのある人。大人になるにつれてそんなお友達ってなかなかできないと思うので、なんかね昔から知っている地元の子とかってやっぱりなんかもう信頼感関係っていうものがもう完全に出来上がっちゃっているから、だからといって大人になってからそういうのができないかって言うのもちょっとそれも違う気がするし、思いやりがあったらきっとね仲良くなれるんじゃないかなと。2位、よく笑う人。これですね、やっぱり一緒にいて楽しいなって思う時ってよく笑ってる時だから、悩んじゃった時とか悲しくてもうどうしようもないんですっていう時とかに電話したい人とか、あの話を聞いてほしい人、会いたい人っていうのもあるけど、一番楽しい時間ってやっぱめっちゃ笑ってる時だよね。めっちゃくだらないことでお互いツボに入って大爆笑するとかも大人になったらなかなかないから、そういうことが一緒にできる人ってなんかちょっとどっかに似た部分があるのかなって思うから、好きな女の子のタイプ2位はよく笑う人。楽しいし明るいし可愛いし、ということで、第1位は楽しい人もうとにかく楽しい人、いつも楽しそうだなみたいな、きっとそういう人が私は合うのかなと思う。周りを気にしない人って結構楽しい人が多いかなって思うんで、ということで3位は思いやりのある人、そして2位はよく笑う人、1位は楽しい人。最高。この年になってそういう新たなねなんかいい出会いがあったらいいなって本当に切に思いますということで、私の好きな女性のタイプベスト3でした。ありがとうございます。わかるわかる、よかったよと思ってくれた方は、チャンネル登録とグッドボタンとインスタのフォローもよろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。
バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。みんないつもありがとう。